やっぱりムテシです。チャラネザーなんだ。今回はなんといってもホワイトデー。チョコもらった。想像に任せる。もらってそうだな。もらってそうだな。ですね、今回はこの、ウルトラビーストのね、この GX マーカー、これをねホットケーキで作りますという感じ。生地が白ね、うんうん、で黒がコーヒーとかになんか作るときに入れるパックの中身の豆、ビターな音の魅力ってことでコーヒー味にしたいなと。そうか。で赤がねちょっと思いつかなかったんで、このこいつですよ、魔法の赤いソース。この3つを使って3色使ったホットケーキを作ろうと思います。はい、まずはここにドーンとごめん、もう一丁いこう。もう一丁ドン。これをね、箸で混ぜます。これぐらいか。 OK。 次にですね、この用意した3つの容器の中にですね投入していきます。よいしょ。あっ、ちょっやばい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 。やる。あ、はいはい、うまいうまいうまい、すげえ器用。ダン君器用。 OK。 この3つ1、2、3それぞれに何もない子、黒い子、赤い子にします。じゃあまず黒い子いこう。黒い子に、おお、コーヒーを、コーヒーを投入していきます。ドーン。残った最後のやつに赤、赤を投入していきます。うわ、これこれ匂いやば。これ赤降りていく。入れすぎじゃねえのか。匂いやべえ、匂いがやべえ。この匂いはまずいだろ。GX になるようにやってきます。じゃあ俺から行こう。色は黒いやつから行くんだ、確か。いくぞ。うい。そう、ダンク行こう、ダンク行きな。マジか。うわー、なんでそんな器用な。うわー、なんか GX マーカーっぽいな。くそー、OK。 じゃあ次に、中行こう。よし。はい、はいよ。よし。ぽい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 。オッケー。最後に白を。よい。よし。職人みたいだな。動かしてみるか。お、お。え、これいけるよ、これ普通に。よし、いくぞ。はっ、おー、めっちゃ焦げとる。うわっ、フライ返し使ってるこいつ。よっ、うまっ。なんでこんな違うの。なんかダンクうまそうだね。俺と交換したの俺のと。焦げてんじゃねえか。はい、というわけでこちらがポニータ石井の GX で、こっちがチャライザー団の GX マーカーです。ちょっとアンケートでどっちの方がうまそうか聞いてみましょうね。ポニータ石井の GX マーカーか、チャライザー団の GX マーカー、どっちがうまそうでしょうか。これは圧倒的にもう俺でしょうね。はい、というわけでできました。見事完成したポニータ石井 GX マーカー、そしてチャライザー団の GX マーカー、イエーイ。全然違えな。じゃあ実食でいこうか。食べたくねー、食べたくないよ。一口ずつ食べていくか。